らっしゃい、かわいいお客さん。今日お見せするのは今世紀で最も雄大な現実の景色を使ったマジックだよ。偉大なる100年に一人の天才マジック。もうショーの最中に舞台裏に侵入する。なんで？ケビンが死んじゃったから。やだな、そんな風に見ないでよ。とこしえの楽園の件に続いて、私ってばまた。私は達観したところがあるからね。記憶体っていうのはそもそもすでにこの世に存在。今君はこう言おうとしているよね。だけどそれは君の言い分でしかない。私たちは十三英傑が自分のために書いていた母姫なんだ。だから外の私たちは、そう、古の楽園よりここは聖火の墓とでも呼んだ方がいいくらいだよ。ケビンがどうして消えてしまったのかって話。慌てないで。私はただすでに知っているのに、記憶体が単なるデータに過ぎないとは言っても第二の人生の可能性が得られる。そう考えるとなんだかとっても面白いと思わない？外のさくらは例の件を記憶体の自分に知らせたく、知らない方がいい真実もある。その方が。え？最後に、なんだかその時に本当に怖い表情をしていてね。そう、さくらのもう一本の武器で堕落した者や裏切り者の祝福。一体さくらが。そんな風に言わないで。そんな状況英傑に対して言い聞かせよう。でもメイさん、なんで突然さくらのことをそんなに心配。念のため言っておくけど、さくらが犯人って考えは、その点に関しては私が一番わかってる。このビルビーが開発した対ケビン武装の数は4桁を超えるんだけど、うまくいったものは誰にもできなかったから、私は毎日ずっと、あれ、自分が言ったことを振り返って。まさか、かわいいお客さん。どうやら私が開発した対ケビン武装の代表。そうだね。どう？天才ならではの創造性に感服しちゃった？私の発明品にどんどん興味が湧いてきたんじゃない？ケチケチしないで、もっと褒めてくれればいいのに。私は歴史上で最も偉大な魔術師なんだから、もっと公正に評価されるべきだよ。違う？完璧だったよ。君なら絶対できると思ってた。あるね。試してみなきゃわからないでしょ。ひょっとしたらケビンの弱点のツボにはまるかもしれないし。
遊び足りないな。ねえ、もう一度やってみない？そう、これも私が作った傑作の一つだよ。それも作戦のうちだよ。油断したところで一撃で仕留める。改良する必要がありそうだね。あれ？ごめん。タイプ666。正式に古の楽園全体を。そうすれば記憶体のケビンを消去することができる。それに。このツールの起動条件も。これでケビンを倒すことの難しさを分かってもらえたよね。私もそうだけど、英傑は13英傑といってもみんな普通の人だからね。メイさん、サクラ以外にもメビウスやセンゴ、アポニアとかも。でも他の人も、例えばエリシアに対してケビンはいつも堅苦しい顔をしてて思っていることを言わない。エデンは自分のことを旧時代の人間だなんて言ってるけど、今の文明にも。スーは旋回一条を使ってからなぜかケコズマはきっと箱舟計画の結末を。フワは本当に正直な人だよね。こうやって見ると人々にはそれぞれ信じてることがある。私は自分の仲間を信じたい。それが、そんな状況で、私の出した答えはね。それでも仲間を、それが、私の言いたいことだよ。あれ？ごめんね。言ってなかったかな？私は天才だからね。実は君が来る前から、そうすれば、私のアリバイを、君に、そうしてほしかった。そうしたら正式に調査を始める前にちょっと、ほら、あそこにガイドにうってつけの子がいるよ。はーい、愛しい人の子。わざわざ私に、うん。データ室をあんな風にしちゃうだなんて、一体だから、どうしちゃったの？でも、おかしいわね。あの大人、知らないって、ああ、それって隠れちゃった。まったくひどいわね。勇気だけじゃなくて知識もあるのね。大正解。これは太陽系の動きを模したプラネタリウムなの。見てるとまるで宇宙にいるみたいで、とっても綺麗でしょ。遊園地に欠かせないアトラクションといえば海賊船ね。でも一番高いところに着くときには下を見るのが怖くて、いつも必ず目を閉じちゃうの。
そんなんじゃないわ。これはね、この遊園地で一番の人気を誇るアトラクション、観覧車よ。乗ると遊園地全体の美しい風景が見られるの。それにとってもロマンチックな伝説があってね、聞きたい？スリリングなアトラクションといえば回転ブランコよね。私は自分で空を飛べるけど、回転ブランコに乗るといつもドキドキしちゃうの。たまには刺激も必要でしょ。かわいい妖精の大冒険よ。見て、ジェットコースターよ。遊園地の周りを一周するの。遊園地の景色を360度見渡せるのよ。私の一番のおすすめなんだから。ふふん、乗りたくなった？大人の私を見つけたら一緒に乗りましょう。ここも大人の私の記憶。自慢するわけじゃないけど、それにしてもおかしい。分かったわ。うん、こうなったら私が愛しい人の子。おかえり。どうだった？すごかったでしょ。君が遊園地を見に行っている間、私も荷物をまとめておいたよ。まずはいつもと違っているおかしな点について調べようか。見て、見たことのないお客さんたちがいるね。というか逆かな。彼らが主で私たちがお客？まだ書くものが決まらない。うん、今日の色は。それなら私もうやめておく。コズマ、今日はもう書きたく。こんな風にそれに調べるために行動しないと。わかった、なら俺たちも調べて。うん、まずは付近を探索してみよう。